まあ、第2回の、まあ、認定セラピスト集会ということになるんですけども、はい、ということでね、まあ、早速やっていきますけども、ですね、まあ、まずはあの皆さんね、動画なんかでこう見知った顔ではあるとは思うんですけども、あとね、同じね同期同期で合宿だったり講座だったりでこう見知った中の方もいると思うんですが、まずはまあ、自己紹介がてらですね、ご自分のお名前と、まあ、認定セラピストになった月と、まあ、あとその認定セラピストになってどうかっていうような、まあ、ちょっとしたエピソードでもあれば話してほしいなと思います。はい、阿部さん話したそうですね。はい、まあ、ここはじゃあ認定になって新しい方からちょっとご挨拶をしていこうかと思いますが、ということは杉松さん譲り合ってますけど、はい、じゃあ安田さんからここでいいですか。はい、そちらで。あ、前来てもらえません？せっかくなんで。せっかくなんで。矢津陽一と申します。一番新しい認定。そうですね、はい、もうまだ何日かです。はい、で代表からは今日のこの集会のために是が非でも認定をなるようにというふうに言われてちょっとプレッシャーだったんですけど、なんとかなりました。で自分は10月に、講座受けて、その後は、家が国分寺でここ近いんで個別で月2回ぐらいのペースで通わせていただいて、店長と新見さんのおかげでなんとか認定取れました。で認定がゴールじゃなくて、これでやっとスタートに立てたなと思ってます。でこれからが一段と楽しみになってます。で皆さんの、後ろ姿ですね、追っかけながら一緒に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。おお、素晴らしい。皆さんこんにちは。杉山純一郎と申します。僕は認定はそれこそ矢津さんと同じで、先週の18日って今日ですよね。先週の13日に認定をいただきまして、すごくもう嬉しくて、これから頑張ろうっていう気持ちになってるんですけども、僕は昨年の11月に初めて YouTube を拝見して、ちょうどその頃自分がちょっと施術で悩んでる時で、それからすぐ鬼久保店の方に、1週間後ですか、施術を受けに行きまして、でそれでもうこれはすごい、技術だと思いまして、ですぐ講座を申し込んで、で1月に初めて、基礎講座の方を受けさせていただいて、で2月に、個別講座の方を受けさせていただいて、で3月に、こちらの鬼久保店の方で、集中的に毎週、木村店長とあと新見さんに、徹底的に指導していただいて、4月に認定を取ることができました。これから、技術を磨いていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごいね。こんにちは。岐阜の方から来ましたの阿部と申します。僕は第1回大阪講座の方を最初に受けさせていただいて、まあ、すごいこのガチガチ専門の可能性を感じました。それまではセラピストとしてもやっぱ思い悩むこともありまして、なんとか自分を変えて頑張っていきたい、今諦めると後悔するんじゃないかということで、このガチガチ専門の方を受けまして、本当今ではまあ、講座を受けるたびに楽しくなり自信がついてきて、本当にしてあとはどうせ受けるならば認定まで目指そう、認定まで目指していけば何か変われるんじゃないかなと思って、
あと今はもう本当に楽しくて、あとは嬉しいです。本当下川代表にも言ってたんですけど、本当志の高い認定セラピストさんの仲間にとにかく僕も入りたい、入って頑張っていきたいっていう気持ちで頑張ってきました。それなのでこれからも技術向上を目指してよりレベルを上げていきたいと思いますので、また皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。3月の合宿で認定を取らせていただいた宮城県仙台市の井部千春です。ガチガチに出会ったのはまだ荻窪店とかできる前、本若堂の頃から、単純にもしもかわさんの言ってることとかかっこいいし、もしもかわさん自体かっこいいと思ってこう見続けて、あとで仙台で多田野さんはじめ東北の方がこう勉強会をやってくれるってことで、すぐブログで見て連絡を取って取ったところ、ちょっと会場がそんな人入らないってことで、ちょうどうちの店で開催してもらうことになって、そこで実際に受けてみて、これはすごいなっていうことで、その後仙台の講座も参加させていただいて、でやるならしっかり最後までやりたいってことで合宿も参加させてもらいました。参加して、認定もらって、すごいお客さんの反応もまた変わりましたし、なんでこんなに的確に疲れてるとこ分かるんですかとか嬉しい言葉もらえたので、これからも技術向上に努めて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。川崎千尋です。よろしくお願いします。一番最初に講座を受けたのは去年の12月で単発で受けて、でそれから1回受けてどうしようかな、なんか全然身についてないなと思って、で合宿があったんで合宿に参加して、先ほどの井部さんと一緒に認定取らせていただきました。何でしょうね、何言いましょうか。まず私セラピストになってから1年も経ってないので、それこそ皆さん先輩方なんですけど、最近は店でやってると名前聞かれることが多くなりまして、今まで全然そんなことなかったんですけどね、これからまたちょっと技術を上げてお客さんに覚えてもらって喜んでいただけるようなセラピストを目指したいなと思ってます。素晴らしい。いや素晴らしいですね。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ海老名貴博と申します。今年の1月に認定セラピストをいただきました。認定になって変わったことは、指名とかはあんまり、そんなに変わってはないんですが、お客さんからの聞いてるとか評価は高まってるとは思います。YouTube とかで皆さん顔は知ってるんですけれども、実際に会うのは初めてなので、楽しくコミュニケーションを取りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。はじめまして、静岡から来ました明田川茂と言います。認定をいただいたのは去年の12月ですね。でその前に6月ぐらいに1回受けてまして、はい、でそうですね、 YouTube のところでも話したんですけど、YouTube でもともとほぐし術の講座の YouTube を何回も見てて、で見よう見まねで使ってて、でもその段階でなんか筋肉がほぐれるのがすごい実感できてて、なもんで、これはすごいなと思って、でちゃんと受けようと思って、実際やっぱ受けないとわからないところがいっぱいあるので、それで1回6月に受けました。でそうですね、これでああいけそうだなと思ったので、どうせなら認定を取っておこうと思って、で12月に、
個別で受けさせていただいて認定をいただきました。でそうですね、認定取ってからも、まあ、僕もあんまりその指名とかが増えるっていうわけではないですけど、まあ、お客さんが寝る率はすごい上がったなと思います、ね、8割9割ほとんど寝ますね、はい、なんでそうですね、私やっぱ自分でもほぐれてる実感がより分かるので、はい、なんで、まあ、これからもどんどん技術の精度を高めてガチガチの人をほぐせるようになっていきたいなと思いますし、そうですね、こうやってあのさっき誰かも言ってましたけど、志の高い仲間というかこういうコミュニティに属していてこうそうですね、仲間がいるっていうのがなんかすごく心強いというか安心なところもあるので、はい、認定取れてよかったなと思っています。はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。こんにちは。じゃあ、はい、もうなんかね、新しい人がいっぱいなんで、もうそんな古いんかなってなんか感覚的にね思ってしまうんですけど、そんなことないですよね。いつでした、11月ですよね。だからほんの少し前なんですけど、まあ僕その前が長かったんで、多分もう下川さんが上げてもう間もなくから見てるんで、その部分ではものすごく長いんで、うん、あれなんですけども、なんか緊張します。いいですよ。え、そうですか。はい、これのね、ほんでやってて11月取る前後ぐらいなんかな、その前の奈良講座、はいはい、2ヶ月ぐらい前受けたぐらいから指名の方が若干なんですよ。今までは10名ちょっとやったんが、10代が20代にちょっとコンスタントに乗ってきたぐらいの差でしかないんやけど、うん、まあそんな感じ で先ほど言われたみたいにね、あの最後の感覚、あのやってる感覚じゃなくて、お客さんが「ああよかった」というあの感覚がかなりいい、うん、なんか「ああこの人失敗したな」っていうのはあるじゃないですか。あ、不満がってはるっていう、うん、それはもうほぼ受けなくなりましたね、うん、感じとしてはここ何ヶ月間はないなっていう感覚は持ってます、はあ、だからその部分ではかなりその手応えっていうのは、ね、ある技術やと思うんで、うん、はい、皆さんも一緒になって、ね、邁進してもっとレベルを上げていきたいなと思ってます、はい、こんなところで、はい、こんにちは。じゃあ愛媛県から来ました沼と申します。去年の11月に合宿で、認定をもらいました、YouTube でもあったと思うんですけど、自分はあまり自信がなくて、あのメンタル的なことをちょっと考えて、まあ、その方を勉強してるんですけど、最近ではその勉強もあってか、あのお客さん、苦手なお客さんに対してはもうですか、ね、筋肉を捉える感覚がちょっと分かってきたんで、やっとあの強めでいける苦手な理由がだいぶなくなったんで、そのメンタルもちょっと強くなったかなとは思ってますし、まあ、あのお店の方ではストレッチコースとか他の勉強もしてますので、練習っていうのはちょっとできてないし、あのお店にはまあ自分しかこのガチガチのあれをやってないんで、練習っていうですか、ね、反対じゃないですけど、こう受け入れてない方が多いので、うん、やっぱりそういうことがちょっとやっててもちょっと聞くこととかできないし、うん、資格にもちょっとそういう人がいないので、うん、なんとかあの下川さんにも相談とかしてるんで、ちょっと話ちょっと飛びますけど、すみません。まあ、とにかく変わったことって言ったら、まあ指名は確かにあの少しですけど増えてます、増えてますし、まあ、今までまあちょっと嫌がってたお客さんにも、あ、いいよっていう感じで施術をするようになりました、はい。まだまだ全然こう足りないこといっぱいあるんで、勉強することもあります、まだまだこう受けに来ますので、またご指導お願いいたします。はい、初めまして、あの愛知県から来ました
加藤です、去年の11月にあの合宿であの受かりましてあの認定させていただきました。であのやっぱりあの今までですとあのずっと反り指で教わってきてあの曲げ指っていう押し方があの今までと真逆の教え方だったのであのこれは全く新しい発見だなと思って、それであの曲げ指を使ったら割とあの強もみの人にもあの対応できるようになって、力も入れなくてあの対応できるようになったので、あのすごく勉強になりました。あのなかなか言葉が出てこないので、はい、終わります。ありがとうございます。こんにちは。じゃあ、はじめまして、白鳥と申します。フランチャイズの仙台店を、オープンするにあたって認定をいただきました。そうですね。下川さんにもたくさんいろんなことを教えていただいて、技術向上ができたと思ってます。それで、仙台店の発展 と、まあ、集客だったり、あとは、リピーターの方をもっともっと増やしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。以上です。はい、皆様こんにちは。はい、江坂店の、店長やってます小林です。はい、取ったのが去年もう10あ1年ですね。はい、あの去年もうすっかり古い方に入りました。はい、で江坂店オープンしてからもう6ヶ月目に入ったとこなんですけど、あのまあだいぶ順調に来てます。でお客さんの方の反応もだいぶなんていうか、まあ、最初始めたオープン当初よりももう本当にもうがっつりこう違いをこうお客さんの方が実感してくれてるんで、僕らがそんなにも何ていうかこうこれこんないい技術ですって言わなくても、お客さんの方の言葉がもういいフレーズをくれてるんで、もうそれが本当に自信になってるというか、もうやってきたことがそのまま自分たちの自信につながるっていう感じを今持ってます。で何回やってもちょっと面倒がないんですけどなんですけど、まあただ本当にこのガジガジ専門に入ってだいぶ何か自分のそのセラピストとしてのまあ何ていうか価値観じゃないですけど、そういうのも変わりましたし、やっぱり、まあ、自分の中でまあやり何ていうんですかね、まあ、ここまでやってるぞっていうのはやっぱりなかなかないんで、何しろ今出せることをもう全部出し尽くそうかなということでやってます。なのでちょっと宣伝になりますけど、江坂の皆さん江坂店に来てくださいということでこれ使ってください。その感じまあそんな感じで、まあ何かなんかこうちょっと聞きたいこととかあればもう言ってもらえれば、なんか話せる範囲で話しますんで、内緒の話で内緒ですね。はい、まあそんな感じでよろしくお願いします。あ、仙台店の田野です。マイク使います。大丈夫です。とガチガチ専門は初めて講座受けたのが店長と一緒だった。そうですね、東京講座の1期生第1回で、その後、まあ、僕は2回目出て店長は来なかったですけど、であとそこから1年ぐらい置いて、でそれから認定セラピスト制度っていうのが始まったんで、これ絶対取りたいと思って、で取ったのが去年の3月ぐらいだったかね。でまあ認定セラピストなぜなったかっていうと、ガチガチ専門店のフランチャイズやりたかったっていうのが一つの理由だったんで、まあそれちょっと時間遅れましたけど、去年の2月に、オープンしました。あ、今年の2月かオープンしました。まだまだ、まだまだやれると思ってるん で来てもらったお客さんの反応はいいので、やっぱり東北でもガチガチさんたくさんいるし、ガチガチ専門の福祉術を受け入れられてると思ってるんで、やっぱりここから数ヶ月また頑張って、店の方を、成功させたいと思ってます。以上です。はい、はい、皆さんはじめまして。ホームページの方にもちょっと顔の方は出してないんですが、岐阜の方から来ました小野です。はい、
ちょっとまあいろいろあってまだちょっと顔出しとかはちょっと遠慮させてもらってるんですが、まあ、いずれそのような方向でと思ってますが、今のところちょっと勘弁してください。はい、認定いただきましたのが今年の2月末になんとかいただきまして、一番初め来たのがお邪魔したのは去年の9月でしたかね。結構多分何回も受講させていただいて、ようやく2月にいただいたという形なんですが、もう最初の頃はもう全然その入ってこなくて、その何ですかね、講座にも本当に置いてきぼりみたいな感じで感じでした。で途中から何となくこう分かるようになってきて、まあ、今後もですね、ガチガチ専門のこの名を汚さないように技術の向上を忘れずに努力していきたいと思ってますし、皆さんとね、高い志を持った皆さんと一緒にガチガチ専門を盛り上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。本当にもうオープンし、荻窪でオープンして1年半ぐらいですか。その時って本当僕と店長と下川さんと、もう本当数人でずっとこの技術を信じてやってきたんですよ。で今日ね、この20人くらいね、来てくださって、同じ技術を全国でやって結果を出してくださってるっていうのがもう本当正直めちゃくちゃ嬉しいですね。でもっとね、まあ、ガチガチ専門のその認定セラピストさんもう一人一人が本当にもっと輝いてほしいと思ってます、ね、本当に技術力のあるみんなめっちゃうまいんで、もうお客さんにね、もうぜひ一人一人の施術受けて満足してもらいたいと思ってるので、で去年よりも今の方が辛いイコールガチガチ専門っていうのが本当肌で感じるように、こっち店舗でやってても本当ガシャン上げてもう今すぐなんとかしてとか、もうお客さんの方からもう辛い、なんとかもうどこ行ってもダメだからとか、そういうね、お客さんの方からもう来てくださることが多くなってきたので、また今年もさらに動いて来年再来年もね、もっとみんなでね、大きく成長していきたいなと思ってます。はい、以上です、ね、めっちゃカメラ目線になっちゃいますけど、なんていうんですかね、ちょっとまあ下川さんがね今日いないんで、ちょっとボケるねないとちょっと困るなって思いますけど、私がその、まあ、前の職場、ガチガチ専門に入る前の職場っていうのが皆さんなんとなく想像つくと思うんですけど、結構このセラピスト同士のなんかこう悪口言ったりとか、あとお客さんの悪口言ったりとか、そういう、なんていうんですかね、あ、昔はこういうセラピストがいたと、なんか昔話したりとか悪口言ったりとか、なんかあまりこう建設的じゃない雰囲気だったんですね。これこの動画見られたらちょっと困るんですけどちょっといや、もうがっつりアップしますがっつり、まあね、その瞬間に来てほしいんですけど、やっぱセラピスト、お客さんをこう楽に笑顔になってほしいと思って始めた仕事ではあるんですけど、どうしてもその職場に、まあ、馴染めなかったんですね。あえてちょっと壁作っちゃいけないとは思ったんですけど、ちょっと壁を作って、あんまりこう会話の輪の中には自分からは入らないようにしてたんですね、うん、で、まあ、そんな時にやっぱもっと、新人だったんで、もっともっと上手くなりたい、もっと稼ぎたいと思って、うまくなるためにはと思って、まあ皆さんね、そういう道だったと思うんですけど、ガチガチ専門ほぐし術
っていうのに出会ったと。で、そこでやっぱりすごいこうね、皆さんご存じで、まあ、志というかすごい熱い思いを持ったおっさんだなと下川さんのことを思ってですね、まあ、やっぱり自分もこう なりたいっていうか、その下川さんの目指すその、セラピストの地位をもっとね、社会的に高いものにしたいとか、あとは男性でも、ね、家庭を持った上で十分食べていける世界にしたいとか、まあ、そういう思いっていうのが、まあ、伝わってきたし、そこに参加したいと思ったし、自分も力になりたい、って思ったんですね。でやっぱそういう思いっていうのは当然こう皆さんにも動画から伝わってると思いますし、ご本人と会ってますね、そういう思いが強くなったと思いますし、で当然その技術力っていうかね、今までやっぱ聞かされたことないぐらいの聞かされ感、ほぐれ感っていうのも味わいましたし、やっぱそういう風になりたいと思って、まあ、ガチガチ専門ね、荻窪オープンするけどちょっと手伝ってくれと言われても、本当にもう2つ返事で「あ、行きます」と言いました。はい、でね、前のお店ではまあ当然こう基礎の木をね教えてもらったんですごく感謝してるんですけど、もうガチガチ専門の動画を生み出した時からもうそれしかやってなかったんですね。でやっぱりその柔らかいお客さんに対しても天の字図をずっとやってみたりとか、やっぱりこういろいろ失敗はね、してきてはいるんです。で、まあ、その中でこうなんか考えながら常にやってきて、でやっぱりこう認定セラピストになったからといって、やっぱ急に自信がついたりとか急に上手くなったりとかっていうのはやっぱないじゃないですか。まあ、ちょっとずつちょっとずつ今までほぐせなかったお客さんがほぐせるようになった、ね、反応が悪かったお客さんがすごい良かったよって一言言ってくれるようになったとか、まあ、そういうお客さんからの一言一言の積み重ねが、やっぱ不安だった施術が自信を持ってるようになったりとかするようになったわけですね。でしかもその荻窪店で勤めるようになってから、まあ、1年半前のお店以上にもうガチガチさんの来店率のアベレージってもすごい、ほぼガチガチの方ばっかりなんで、そんなお客さんからもやっぱいい反応をもらえるようになったっていうのが、やっぱ自分自身もすごい自信になりましたし、やっぱりやる前はガチガチ専門っていう看板の下で自分が働くのどうなんだろうと思ったんですけど、まあ、今は、ね、こうしてもう皆さんと一緒にね働けるじゃないな、そういう一門っていうか同じね、主義を学ぶ仲間もねいっぱいできたんで、まあ、それはもう本当にこう励みになってますし、みんな同じ思いでね講座に参加して、常にね現場でこう練習をされてると思うんですけども、今後も、まあ、まだまだね、仲間がどんどん増えていくと思いますし、いろんなねこう展開、もあると思いますじゃなくて実際にあるんですけどね、まあ、現状にこう満足せずに、ね、常にこういろいろ考えながら、よりこうね一緒に高みを目指してね、いけたらなと思います。でそのためには、例えばね下川はじめ私とか、ね、意味とか、ね、あとは江坂店のねスタッフ、ね、フランチャイズ店のね皆さんも一緒にやっぱりね認定セラピストっていうそのね皆さんのね、持った名前も一緒にこうねどん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 地位が上がっていけるように、自分たち自身をねブランディングしながら、高みに上っていけたらなと思います。でまあもうゆくゆく目指す先は、例えばね街中にあるコーヒー店は例えばスタバとかドトールとかありますけどね、もみほぐしって言ったらもうガチガチ専門っていうぐらいになれるぐらいになったらいいねっていう話を、まあ、昔したことがあるんですけどね、下川さんとかもね。なのでやっぱりゆくゆくはもうそういう、まあ、全国展開ね、凝った時はガチガチ専門行こうみたいなぐらいにこう本当に一般の人にも浸透するぐらい、こういうお店をねこのお店を入らせていけたらなと思います。はい。
なところですかね。はい、ご清聴ありがとうございました。はい。